はい、鈴木のブルーバード400です。はい、ブルーバードっていうと、まあ、っていう人多いんですけど、これは実はブルバード、日本語で言うとね、まあ、英語のちゃ、あの正しい発音で言うとボルバード、ボルバード、ボルバード。これ、BLV、BLVD とか書いてあるんですけど、何かっていうとですね、海外行くと標識があって、で、日本と違って、なんとか町何丁目何々じゃなくて、何々通りの何番目の家、みたいな感じで表されてるんですね。他の国、イギリスとかニュージーランドとかね、あっちの方はそうなんですけども、そこに、BLVD って書いてあります。それが、ブルー。この、これのことだね。だから、どういう意味かっていうと、大きい通り、ストリート。ね。そういう意味です。はい。日本語で言うとしたら、鈴木大通り400です。はい。な、大通り。大通り!まあ、響き渡った僕の声が。はい。いうことなんですけど。とりあえずエンジンかけましょうか。キャブ車です。はい。キャブ車、始動します。2006年のキャブ車。あ、そうだ。これ、上上下下、左右左右 BA しないとかかんねえやつだ。これ。走行距離1万5000キロ程度となっております。はい。身長173、4ぐらいの私がまたがると、こんな感じですね。はい。今日はすいません。クロックスでございます。なんでクロックスかというとですね、私、大きな犬を3頭飼っておりまして、ワンコを散歩するときにですね、いつも履いてるバイクのブーツで行くとですね、時々誤って足踏んじゃったときにですね、怪我しちゃうので、こういうゴムのサンダルを普段から履いております。はい、そういった経緯。あ、これですか。このゴーグルは中二病です。はい。外すと目が痛くなるんですよ。はい。そういうものです。で、何の話してたっけ。とエンジンかけました。じゃあちょっとぐるっと一周撮ってもらいましょうかね。はい。2006年、年式相応の状態となっております。表面の錆とかもですね、まあ、点々浮いてますので、まあ、状態的には、外装状態的にはそんな感じなんだなというのはちょっと思っておいてください。はい。水冷です。はい。アメリカンタイプで水冷っていうのはですね、非常にこう進んだ作りではあったんですけども、当時としてはですね、デザイン的にどっちかというともうドラッグスター一人勝ちっていう感じでしたね。2006年というと、最初のアメリカンタイプクルーザーブームがあった頃です。で、その時に鈴木が出したクルーザー。で、ちなみに日本のクルーザーブームがあったっていうのもそうなんですけども、鈴木はもともとですね、欧州、アメリカ向けにですね、このタイプ出してます。はい。なんでかっていうと、アメリカでバイクっていうと、もう V 型でこのクルーザーの形してるのが普通なんですね。日本でバイクっていうと、まあ、教習所のバイクみたいな標準の形で思われると思うんですけど、バイクイコールスクーターの国もあります。はい。まあ、アメリカっていうとバイクこの形なんで、バイクってね。鈴木がバイク出すっていうと、まあ、この形になった。ただ、そんだけの話なんですけども。で、当時、ですね、みんな成立フォーク、であると、成立フォークでね、フォークカバーなんかして、本家に寄せてるっていう感じだったところですね、なんと倒立フォークというですね、ね、なんとも荒々しいものを採用して、さらに水冷エンジンですね。はい。で、リアは、まあ、ドラムなんですけど、リアのこの、スイングアームがこの形ですね。これはもうソフテイルと非常にこう似ていると思うんですけど。はい。で、他のメーカーさんがですね、どんどんシート小型化していくところで、大きいシートでお尻に優しい。デザインも非常にこう流線的になっていってはいたんですけども、当時のデザインの流れとしてですね、どんどん流線的な方向に行ってはいたんですが、結局市場として受け入れられているのはそこまで流線的なものじゃなかったんだなっていうのがですね、まあやっぱ後になってみるとわかりますね。はい。後になってみるとわかんないんですよ、これが。で、セールスに関してなんですけども、日本国内で 400cc クラスとしてはですね、まあイントルーダーとかもあったんですけども、
やっぱ全体的な数でいうと、まあ、ヤマハ一強ですね。ヤマハ、ホンダで、その次に、まあ、川崎、鈴木がちょこっとあるかなぐらいの感じではあったんですけど、あの逆にその海外市場でいうとですね、ブルーバードっていう、あ、ブルーバードや、ブルーバードですね、はそこそこやっぱ売れてるし、未だに愛好家はいますね、はい、というような次第のオートバイ。水冷ではあるんですけど、全体的に作りは非常にこうシンプルです。なので、メンテナンスそのものもですね、そんなになんか複雑なことっていうのは思いつきません。通常通り液量管理しっかりしてやればですね、まだまだ全然走ってくれると思います。はい。で、最近ね、FI 車がほとんどなんで、キャブ車っていうとですね、非常にこう、遠慮されるようなシーンがあると思うんですけども、キャブ車の難しいところっていうのは、放置期間ですね。インジェクション車はいくら放置してもタンク錆びない限りエンジンかかるんですけど、キャブ車っていうのは放置期間が例えばその1年乗ってないとかですね、そうなってくるとですね、中のガソリンの鮮度によってはですね、キャブ詰まったりしますんで、まあ普段から乗ってる分に関してはですね、全然大丈夫です。で、いざトラブった時のことを考えると、FI よりもキャブ車の方が修理費は10分の1で済みます。はい、これ言っちゃいますけど、FI、トラブると、ユニット代だけでもう圧縮効果になるので、10万円は部品代で軽く飛びます。はい、これどういうことかというと、スロットルボディっていうのがあって、そこで燃料と食って混ぜてるんですけども、インジェクション車になるとですね、もうそこごっそり全部交換しなきゃいけないんですよ。こういうところですね。なので、バカって全部変えなきゃいけなくて、そこは結構な値段するんですね。だいたい1気筒あたり10万です。2気筒あると20万。そんな感じでざっくり考えてください。はい。で、キャブ車になってくると、分解して掃除して戻すとですね、復活しますので、その際にパッキン買える。そのパッキン代いくらって言ったら2500円とか、まあ、工賃はかかるんですけど、工賃大体キャブレター一発あたり1万円から1万5000円ぐらいです。で、それに加えて、あれがかかる、なんだっけ、パッキン代とかなので、まあ、どんなにかかっても、シングルのキャブオーバースホールするのにかかるお金だったら2万から3万ぐらいの範囲で収まります。で、ほぼ、なんだっけ、消耗品は新品にできますので。ちなみに、オーバーホールっていうのは、英語で言うと分解っていう書いてありますけども、我々、僕が思うところのオーバーホールっていうのは、分解して劣化するであろうゴムのパーツ、パッキン類を全部新品に交換して組み付けたものをオーバーホールって言います。分解して洗って元通り組んだだけのものは、ただ分解して洗っただけであってオーバーホールとは呼ばないですからね。はい。それは皆さん、俺昔ね、散々言ったんですけど、最近また言うことにしよう。はい。じゃあそれで、まあ、かかっても2、3万だよって。ね、インジェクションだったらかかったらどうなんだよって言ったら、かかると20万ぐらいかかるときはかかります。はい。圧縮効果。だから、キャブ車だからって敬遠するっていうのは、まあ、僕はちょっと違うかなと思います。はい。ね。じゃあ、それ、どういう頻度でトラブル起こるの？それは、わかんないです。ただ、放置には弱い。ね。それは、まあ、キャブ車の弱点ではありますけども。はい。というような感じ。ちなみに、インジェクションだったら壊れないのかって話なんですけども、ものによっては新車の時からおかしいですからね。5、6000キロでおかしくなることもあります。はい。かといえばずっと持つときもあるし、なんかおかしいけどもなんとなく走れちゃうっていうものも存在します。はい。ただそんなに盤石なものではないかな。あ、中どうぞ入ってください。いいですか。はい。っていう感じです。はい。いかがでございましょうか。はい。非常にお求めやすい金額となっております。ですね。ただ1点、うちの方で、12ヶ月点検と整備してからですね、乗り出しの価格で出すんですけど、まあ、リフト自体はですね、別途かかります。で、一点タイヤね、はい、溝は全然あるんですけども、サイドウォールにひびが入ってます、フロント。はい、この辺ですね、これ。ね、なので、まあ、これすぐ変えないとバーストするとか、そういうレベルのものじゃないんですけど、まあ、ある程度慣れたらですね、もうフロントは早めに交換してください。リアの方はですね、そういうひび割れとかは、まあ、特にサイドウォール上見られないんですけども、大体前後同時に皆さん変えますので、まあ、ある程度走ったらですね、両方変えようかなっていうふうに思ってください。で、特にこういうクルーザータイプのオートバイになってくるとですね、ブレーキングに対してのタイヤっていうのは結構シビアです。はい。で、硬化してたりするとですね、すぐリアロックしますし、フロントでガーってこう効かせたり、だからまあこれディスク、フロントディスクになってるんですけども、やっぱり古くて硬化したタイヤっていうのはですね、雨とか降ったりすると弱いですので、
できるだけ早めにですね、新しいそのフレッシュな材料をですね、入れてやってください。はい、よろしくお願いします。でうちの方で、例えばですね、あのお買い上げになってから、あのじゃあ純正パターンだったらいいんですよ。純正で、見繕ってちょっと変えてくれっていうことでしたら、うちの方でそれ見積もり出して、お渡ししますので、変えます。はい、ただ、まあ、ただ別料金になります。はい、タイヤ代を吸収できるほどはもう買ってませんので、そこは本当申し訳ないんですけども、よろしくお願いします。はい、というわけで、続きのブルバード400ですね。はい、どうぞよろしくお願いいたします。